滝港マリーナの一滝港マリーナは、石川県白石滝町レブ101番地に所在する地方港湾である。滝港は、テッドリー川川口より連なるうち田崎、さ千里浜海岸の終端部に位置しており、かつては、外浦ではかなり栄えた港であるが、沿岸の砂の粒子が細かい上地形的にも氷差が激しいことから港内が埋没し、 このための対策が幾度か講ぜられたが、差したる効果も得られない現状を踏まえ、1979年度より抜本的な対策として、防砂堤の建設が行われた。また、1986年度には、県民の多様化、高質化する海洋性レクリエーションニーズに対応するため、コースタルリゾート調査を実施し、滝港にマリーナを整備。1991年には、 石川国体に使用され、同年10月から一般供用が開始された。施設概要総面積64.000平米陸域26.500平米水域37.500平米収容席数定置き場大型60席小型60席抵抗138席軽流施設桟橋50メートル2基、 計100メートル船上げ乗車路に40メートル勾配、1、8クレーン天井開放型12トン釣り管理等、延べ床面積595平米1階391平米事務室、低庫、シャワー室、トイレ2階204平米階議室、物見等低庫延べ床面積450平米、駐車場135台公衆トイレ延べ床面積43平米開館時間9時17時、 定休日、毎週火曜日、ありがとうございます。